ャンネル。じゃあ、こんにちは。いやー、楽しい企画ですね。面白いですね。面白いですね。やってても面白いんで、多分見てる人も楽しんでくれるかなとは思うんですけど、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ5チーム目になります。はい、そろそろちょっとセリーグ行きたいですね。そうですね、うん、1-4。お、セリーグだ。セリーグの4位。4位、広島。広島だ。広島、はい。あ、広島面白そうだな。広島ってなんか FA で取ったりするイメージないですからね。自前っていうね、生え抜き感が強い。3連覇した時の、はい、前後がどうなってるのかっていうね、はい、これも毎年振り返ってきますから。ペースが増えましたっつってどこもやってないですもん。いや、しかも主観で言ってる人が多いから。まあ、確かにそうですね、この年は良かったですねとか、とかね、僕はもうちゃんとした、はい、データに基づいて指数に。じゃあ94年から見ていきましょうか、はい、94年、はい、山内さん、はい、日本体育大学でエースで、はい、入って、はい、頑張った、はい、AA プラス、AA プラス、はい、怪我もあってね、でも円盤投げすごかったすごかった。へぇー、UFO 投げって言われてたんですよ、 UFO みたいな。こういう投げ方だったの。そうへー、ちょっと後で画像を見てみます。でもすごいですよ、今も解説者としてね、仲良くさせてもらってるんですけど。あ、そうなんですね。大学の時からもうすごかったって言ってました。へぇ、僕と入れ替わりなんですよ、大学が。あ、そうなんですか。僕が1年に入った時はもう卒業してたんで、はい、4歳上なんで。え、同じ大学ってことですか。いや、日本体育、同じリーグなんですよ。日本体育大学、はい、2位が島、はい、同級生、赤ゴジラ、はい、SS です。 SS、はい、しょっぱなきましたね。3位、朝山さん、無印、はい、95年、長谷川、はい、A、これ超一律調子から、だから調子から沢井と長谷川、東田と2人出てるんですよ。うーん、あ、そうなんですね。で、次が吉俊さん、本当だ、調子、無印で、玉木さんが BB、BB、はい、で次、96年、はい、沢崎さん、はい、A プラス。だから沢崎さんは、だから沢崎さん、清水正臣さん、井口さん、時の、はい、多分青学が五冠した時の選手なんですよ。青学めちゃくちゃ強かったんですよ、ね、でその一つ下に高須さんがいるんですよ。ああ、そうなんだ。楽天にいた、はい、なるほど。で、あの倉野さんっていう、はい、あの大英にドラフト4位ぐらいで行ったピッチャーと、はい、いた時のエースです、沢崎さん。へえ、あ、そう、青学なんだ。で、2位に黒田さん、お、来ました、1SS、1SS、はい。で、3位、川野さん、B です。97年、はい、遠藤さん、兵藤さん、無印、林さん、BB、で、98年、はい、佐々木ドラフトです。お、東で、はい、SS、お、井上の無印、99年、はい、川内、無印、木村 B の栗原、1SS、あ、栗原健太選手か。2000年、はい、横松、無印、広瀬、S、甘山さん、無印。でもあんまりドラフト1位にランク高い方がいない気がしますね。で、2001年、はい、大竹 AA、 AA、 大島 B、 B、 石原 1SS、 1SS、 だから SS も比較的いるでしょ。いや、いるんです。もうこれで5人いるんですよ、ね、ただあんまりドラ1ではない感じですね。そうなんですね。2002年、はい、長川 AA、 吉田 K さん、あ、これなんて読むんや、多分なんか、あ、親族がモーニング娘なんですよ。さやし、あ、そうですね、さやし、はい、無印です。2003年、白浜、比嘉、尾形、無印です。全員、はい。2004年、佐藤、森、丸木、無印です。おー、ちょっと続きますね。だここまで94年から2004年までで考えると、うん、黒田さんとか山内さん、島、はい、東で栗原、まあ、広瀬、石原とか S 以上もいるんですけど、はい、なんかこう散らばってる。あとはね、はい、山内さんとか沢崎さんが怪我してるんですよね。あ、そこで、戦力として、はい、なんか長く居続けれなかったっていうところが、うん、チームの弱さっていうかを物語ってるのかなっていうところと、石原の場合は株を上げてるのこの2010年ぐらいからだと思うんですよね、はい、うん、他のチームってあんまりA っていうその、まあ、上位だけど中間 S まで行かない方っていうのがあんまりいないんですけど、だからで、FA で補強しないんで、もうちょっと頑張らないと強くならないんです、多分。そういう選手が多いってことですね。はい、外国人だけでしか補強ができないんで、はい、FA で取れないんで、もっと自前で多分この上位に来る選手のランクを上げていかないと、はい、多分強くならなかったのかなっていう
ちなみに98年のドラフト開始名に新井貴弘いるんですよ。ああ、開始名だった。本当に良いだ。SS とかね、はい、あとはですね、まあ僕の想像なんですけど、はい、その前に、うん、あのショートだと野村さんとか、はい、前田さんとか、うん、尾形さんだったりとか、はい、キャッチャー西山さん、瀬戸さんだったりとか、一時代を築いたスーパースターたちがいて、はい、そこが頭打ちになって次出れなくて、ちょっと世代交代うまくいかなかったのかなっていう。その人たちが活躍しすぎちゃってるそうですそうですそうです、うん、うまくこの世代交代がしきれなかったのかなっていうところと、ちょっとまばらすぎるんで、はい、うん、そこがグッてこなくてまばらに入ったところがちょっと強さを維持できなかったのかなっていうね。そうですね、ここまでの評価としては、はい、まばらですね、はい、で次2005年から、はい、高校ドラフト鈴木今井無印無印、うん、で大学社会人はそよぎ SS、 おそよぎ、だここでそよぎ東の二遊間完成するんですよね。そうですね、はい、で梅原無印、はい、2006年、はい、マエケン来ます。あー来たー、うん、マエケン相沢 1SS マエケンで、はい、相沢も SS です。 SS、 あーここはすごい。だからこことかの頑張りが3連覇の時に来てるわけですよ。 いい時期にこう育ってくるわけですね。だからこの10年目ぐらいでね、はい、だから18ぐらいで入って、うんうん、30前後の脂乗った時に来て、はい、うまく来たっすね。あーなるほど。で大学社会人宮崎選手が無印の上野選手が B です。はい、即戦力で何とかしたいっていうところが頑張れてないんで、はい、多分今その時が強くないんですよ。なんですね。で2007年阿部 A 丸 SS でここの、はい、このね広島らしい高卒の地道に取った上位の選手が確実にトップに立って支えたのがある3連覇の時の人ですね、はい、うん、このいやだからこう見ると高校ドラフト成功してるじゃないですか。ああ、はい、だ育っててるってことですね。そうなんですよ。でもすぐ活躍してほしい、はい、目先の利益としてのダイソー社会人の即戦力は、はい、知能だ国防で両方無印なんですよそうなんです。だからそこがそのね長期的なビジョンのもとは成功したんですけど、はいはい、目先が成功しないところがうまく回ってなかったところですね、はい、他の球団に比べると。いや見えますね、うん、で2008年、はい、岩本無印の中田 BB 小松無印です。2009年、今村 BB、 堂林 BB、 竹内無印です。これ見ていくと前回のソフトバンクに比べると B 多くないですか。多いです。ここっすよね多分。うん、そうですね、はあ、うん、B が多すぎると多分強くないんですよ。はい。で2010年、福井 B、 これ早稲田からですね。はい、斉藤優ちゃん世代ですね。はい、ゆうちゃん大石福井のサンバガラスですね。楽天にいますから。はい、はい、で中村 B、 岩見無印で2011年来ます。ここで野村、明治から野村来ます。ドラフト1、はい、SS プラス、 SS プラス菊池来ます。 1SS、 おお。で戸田無印、いやでもここでまたちょっと底上げしましたね。でここですよ、はい、野村の即戦が活躍したことによって、はい、3連覇の、うん、来てるんですよ。そうですね、久しぶりに即戦が SS 来てるんですよ。はい、ドラ1の SS あんまりいなかったですからね。はい、だ大学社会人卒でそよぎ以来、2005年以来ですからね。あ、6年ぶりに、はい、で12年、はい、高橋無印の鈴木誠也 1SS。 でも高橋大輝も今無印なんですけど、はい、こっから A とか BB 来る可能性十分あるんで、今育ってきてるんで、はい、面白い存在ではありますね、はい、鈴木誠也が 1SS の上本無印なんですよ。ほらもう完成 してきてるじゃないですか。そうですね、そのチームが、はい、なんかあの強い時のメンバーがどんどん来ましたね。で次また来る、はい、13年、大瀬良 SS プラス、ここに来て、はい、栗無印の田中 1SS、田中康介ですね、はい、でこれで菊池田中の二遊間コンビが完成するんですよ。いや SS めっちゃ多いですよ、ここに来て。だからここがね、はい、だからそこがだからもうこの2006年7年の高卒の SS と、はい、この2011年から13年にかけての即戦プラス早めの育ちの SS が合体してのあの3連覇なんですよ、はい、一気にいったんですね、うん、でやっぱりね、傾向を見ていくと、はい、SS が固まった時が強いです。そうですね。でその SS の中でも、うん、はい、レベルで言えば上中下あるじゃないですか、うん、SS でも下の人もいれば、はい、中の人もいれば上の人もいるんで、うん、こう上位ランクの SS が固まった時の破壊力すごいですね、はい、そうですね、うん、しかもちょっと年は離れてても高卒と大卒みたいなところでこう落ちてるんですね。しかもですよ、うん、エース前剣いて、はい、で野村大瀬良でしょ、うん、
で外野に丸と鈴木誠也がいて二遊間固まってるんですよ。それは強いですよね。強いですね。でしかもね、その会の人とか、その当時だとベテランの、はい、黒田さんとか、はい、新井貴弘が帰ってきたりとかしたり、はい、で石原とか、はい、ベテラン中堅、はい、若手のバランスが、はい、2006年から2013年のこの成功が、はい、あの3連覇させてね、ドラフトの。そうですね。逆に言うとやっぱりその94年から2004年はまあ失敗ではないんですけど、うん、こうなんかあの歯抜け状態のまとまらなかったドラフトがうまく、それと多分そのレギュラー、その時のレギュラーと その入れ替えがうまくできなかったところが低迷招いたんですけど、その種まきのした、はい、じゃあ黒田さんとか石原とかっていう東江とか、そういうところがまあ、うまくこういったところのバトンパスができたんですね。できても、いやー面白く流れが見えるんですね、うん、ドラフト評価してもすごいですよね、はい、で14年の野間が BB の薮田 S で蟹江無印で、15年岡田 A の横山高橋両方無印、16年加藤高橋床田は無印、17も3人全員無印、中村山口健も、はい、18年の小園島内林も全員無印、無印、まあ、でもここら辺の選手はこれからだって。そうですね、全然でところもね、はい、去年いい活躍していたんで、はい、全然 A になる選手だと思うんで、はい、いやこれちょっとまた特徴が出てますよ。そうだからここでこの14年から18年までの選手に SS が生まれてくれば、はい、またカープは再上昇するんですよ。そうですね、だからここにかかってますね。ここの選手が SS が出るかどうかが、うん、これまでの SS の中では最14人 SS がいる。ホークスより多いですね。多いです、うん、でもホークスは S と SS 合わせたら17人だったんですよ。でもカープは S が2人しかいないんで、もう S 行っちゃうと SS 行っちゃうんだね。そうなんですS じゃなくてもうすごい人は頂点に行っちゃうんですよ。でやっぱり見てください、 B が少ないでしょ。少ない、ホークスとほぼ一緒ぐらい、はあ、だから、うん、あのいい感じなんですよ。そうですね、うん、いやなんかこう見るとタイガースと真逆な感じが。そうですね、 B がめちゃめちゃ多くて S が5人しかいないじゃないですか、うん、真逆ですね。だからやっぱ補強しないで強くするためにはこのカープみたいなこの序列の幅が欲しいですね、はい、そうですね。だからこう見ると阪神とロッテはまとまってますよね。はい、そうですね。このなんかこの、うん、おーっていうのがないですね。なんか普通みたいな、ね、なんかちょこちょこっていう感じですね。やっぱ強いチームってこうガーンってまとまって、うん、ハムもねそこにガーンまとまってたし、はい、あのホークスはずっと、うん、ずっとでカープもやっぱりそのまとまってて、はい、でそのちょこちょこいたのがそのまとまってるところのバックアップに回ったから強くなったんですね、はい、うん、流れが見えるっすね。見えますね。だやっぱりねドラフト戦略スカウト編成のやっぱ力はかなり大きいですよ、はい、いやうん、なんかスカウトってそこまで、まあ、選手次第なんじゃないかなっていう気ももちろんしてたんですけど、この前誰かに聞いて忘れちゃったんですけど、はい、なんで日本ってスカウトっていい人いるんだったらもっと引き抜いたりしないのっていう、はい、あスカウトを引き抜くってことです。球団が、はあ、あもし有能スカウトだったらその球団にずっと居続ける必要もないじゃないですか。ヘッドハンティングして、はいはい、うちもっとこんだけ払うからうちのスカウトになってくれとか言ってもよくないですか。ああ確かにそうですね。なんでスコアラーとかだと結構行き来するんですよ、はい、要はヤクルトでシダっていうスコアラーがいて、うん、巨人にヘッドハンディングされたりとか、はい、あとは、橋上さん、はい、とかも作戦コースでジャイアンツ行ったりとか、うん、西武も行ったりとか、はいね、楽天行ったりとかしたり、はい、そういうスコアラーとか作戦面って結構ヘッドハンティングされていくんですけど、はい、スカウトとか編成ってヘッドハンティングされないじゃないですか、うん、あスカウトのスカウトってあんまないんですか。聞いたことないですよね。へー、そうクビになって他に行く人いますよ、はい、もしくはあの楽天になった時に、うん、そこが薄いからって行く人いましたけど、あいい条件だからみたいな、はい、もしくは地元だからみたいな人で行く人はいましたけど、うん、基本動かないですよね。そうですね、そこってやっぱドラフトやからそこまで必要ないと思ってんのかな、はい、いやもっとね、うん、そこの行き来も大事なんちゃうかっていう。なんかスカウトでこの選手担当とかいるじゃないですか、はあ、その一人が全員を見るんじゃなくて、うん、何人もいて一人を担当したりするじゃないですか、うん、だからその優秀スカウトの実績とか、なんか見たいですね。だこれで誰が担当かもっと詳しくやっていったらもっと細かいのが出るかもわかんないですけど。いやそうでしょうね、まあ、そこまでは面倒くさいんでやらないですけど、
分かるもんなんですか、それ誰が担当だったかとか。うん、まあ多分分かると思いますけどね、もうちゃんと調べればね、はい、でもそれがちょっと難しいですね、僕じゃ、ね、僕の能力じゃ、はい、もっと面倒くさいことになります。そうですね、はい、まあじゃあ次回はね、どの球団なのか、いやカープも面白かったですね。面白かったです、はい、いやいいなこの企画。